ご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂小林です。榎本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、はい、お墓の質問が来ております。はい、はい、読ませていただきます。お願いします。はい、今度私がお墓を建てようと思ってます。はい、はい、でいろいろちょっと探したんですけれども、はい、有名な石原裕次郎さんが、はい、万成石という石で建てられたと、はい、いうことで私も万成石で建てようかなと思っておられるみたいなんですけれども、はい、万成石の説明をお願いしますと、はい、有名の方が届いております。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、万成石ですね。ちょっと一回、まあ、はい、ちょっと分かりにくいか分かりませんけど見てもらいましょうか。なんですね。特徴としてはどうですか。まあ、もともと取れる原産地としては岡山県ですね。あ、岡山県の方です。でこの石はもう岡山県でしか取れません、はい、あ、岡山県のみで、はい、はい、で、万成石とね今言ってましたけども、はい、別名として桜みかげとも言われてます。あ、確かにちょっとね、カメラにちょっと見にくいかもしれないけど、はい、ちょっとね、こう、貝らしい色してますもんね。はい、はい、そういう淡い感じの色してまして、でさらに言うとね、そういう桜の、はい、そういう淡い色がもっと濃くなった石が、はいはい、の場合は、竜王石とも呼ばれています。あ、ですので、その万成石の中でも、ちょっといい石っていうことですね。より色目がもう濃くなってくるのは別の呼び方をされたりすることもありますね。なるほど。はい、まあ、あとはね、よく石の特徴としては、はいはい、まあ、石がね、すごく硬く。あ、硬いですね。はいはい。であとは吸収率も低いので、まあ、水も吸いにくい。吸いにくい。あ、そしたらもうお墓としては適してますよね。はい、であとはまあ風化にも強く。なるほど。はい、あとは年月が経てば経つほど色目がもっと良くなってきまして、はいはい、まあ、気品のあふれる、もう一種 のブランド化された石の種類。あ、もう万成石という、はい、ブランド化された石、まあ、特徴はそういった石の特徴なんですね。なるほどね。はい、そしたらもうお墓には最適ということでございます、ね。はい、向いてます。はい、であとどうですかね、まあ、いわゆる、まあ、石原裕次郎さんとかで、はい、結構皆さんお墓には使ってはるんですかね。結構有名人の方がお墓に使われてましてね、はい、あと漫才師の横山やすしさん、はい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 、あ、やすしさんしてあったりとか、はい、あと吉田茂さん、あ、総理大臣の、はい、ですから結構歴代の総理のお墓が万成石を使われて、あ、そうなんですね、はい、そしたらやっぱ最適、はい、昔からやっぱりそういう芸術家とかそういったのにもすごく好まれた石だとも言われてますね。ということはいろんな建築物であったりとかっていうのも使われてると。はい、瀬戸大橋記念館とかに使われてたり、はいはい、あとは明治神宮の宝物館とか、ああいったところとかにもね、銀座の方のビルの外壁に使われてたりとか、結構そういった建物にもよく使われてるそうです。なるほど、なるほど。そしたらもう、まあ、ますます、まあ、最適と。はい、ですので、そういったのに使って、ね、今回そういった検討されているとおっしゃってあったんでね、ぜひとも前向きにちょっとそちらもして、ね、はい、万成石の方もね、はい、うちの方で扱っておりますので、はい、もし建てはる際は滝本仏光堂の方まで見積もりいただければありがたいです。またご参考にしていただければいいかと思います。どうもありがとうございました。お墓のご用命は滝本仏光堂までよろしくお願いします。